こんにちは、デリッシュキッチンです。富士屋の提供でお送りします。鶏もも肉1枚を一口大に切ります。玉ねぎ1/2個は横に2等分して1センチ幅に切りましょう。人参1/2本は食べやすい大きさに切ります。サラダ油大さじ1をフライパンで熱し、みじん切りの生姜1かけ分を加え、香りが立つまで弱火で加熱します。鶏肉を加えて色が変わるまで中火で炒めましょう。玉ねぎと人参を加えて 2,3 分中火で炒めます。水 600cc を加えて煮立ったら蓋をし、弱めの中火で15分煮込みましょう。火を止めてカレールー 1/2 箱分を加えて混ぜます。ここにミルキーを10個加えます。カレーの隠し味におすすめ、リッチでまろやかなコクが出ます。ミルキーが溶けるまで混ぜて、弱火でさらに5分煮込みましょう。ワンタンの皮を8枚用意し、キャンディーチーズを1個ずつ包みます。両端を閉じてキャンディー状にしましょう。同じものを合計8個作ります。サラダ油適量をフライパンで熱し、キャンディートッピングをきつね色になるまで揚げ焼きにします。ご飯をお皿の真ん中に丸く盛り付け、三角おにぎりを2つ盛り付けてキャンディー型にします。その周りにカレーを盛り、かたどった薄焼き卵とハムを飾り、ブロッコリーを盛り付けます。キャンディートッピングを添えて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。